機械生命体の巣みたいになってるな。以前はどんな場所だったんだろう。参照結果、人類文明が健在だった頃の兵器生産工場、兵器生産と実験を行っていた。へえ、どんな武器を作っていたの。主に人型兵器を製造。代表モデル名は B22、B33。 人型の兵器か。飛行ユニットみたいな感じかな。当該兵器の写真資料は現存せず。データにアクセスできるみたいだな。オペレーターさんの言ってたデータは入手できたな。あとはこのデータを送信すればいいな。報告、本場所は電波強度が不十分、推奨通信環境の良い場所への移動を。了解。
ここなら通信可能だな。ポッド、オペレーターさん宛にデータをアップロードして。了解。オペレーター 2-1-0 より 9S へ応答願います。はい、こちら 9S。 データの受領を確認しました。現在解析していますが、これは興味深いですね。このデータは過去に工場で働いていた人類の日記のようです。日記？その日記によると、毎日長時間工場で労働していたのですが、まるで機械のように働いていると記載されています。機械のようになりながら工場で機械を作る人類は不思議ですね。なるほど。後ほどメールで特別報酬を送信します。報酬？報酬がもらえるんですか？報酬を渡さないとは一言も言っていません。それはそうですけど、てか通信切れてるし。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。
地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえ、トゥビー、砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。推測、ゴミ。推測、ゴミ。報告、用途不明。終了。こちら随行支援ユニットポッド042、操作主権は 2B にセットされている。こちら随行支援ユニットポッド153、操作主権は 9S にセットされている。要請、戦闘データの交換。承認。提案、効率化のために諸データの交換を随時行うこと。承認。効率化のために諸データの交換を随時行う。以上。
機械は見つけました。それを機械は宝物と呼んでいました。宝物の形はみんな違いました。宝物の形はみんな違いました。これはなんていうか異様な雰囲気ですね。喜びを分かち合おう。
この通路はどこにつながっているんだろう。別のルートで奥のエリアに行けるかもしれませんね。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。これだけ大型の武装した機械生命体、見逃すと後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。
これは結晶？解凍。機械生命体の体内にあるコアの破片、構造的に植物細胞に禁じ。植物細胞か。何これ？怪盗。人類が建造した遊具。レール上を高速で移動しスリルを体感するもの。絶叫マシンとも呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。ところで 2B。 何？僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶんですけど。そう。そろそろ 2B どうですか？何？だからナインズって呼んでくれていいんですよ。まだいい。そうですか。の機械生命体、記録にありません。
つけて待って拠点になります。敵からのハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビアンドロイドの死体アンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。敵のハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。
助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです、回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう、ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない、そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。私、敵じゃない。え？あなたたち、
壊れた機械生命体に倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する。私たちの村に来い。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。こっち